現監督バドブラックこの一覧は MLB のコロラドロッキーズの監督を務めた人物の一覧である。コロラドロッキーズは1993年のエクスパンションによって誕生した。現在まで7名の監督が歴任している。初代監督はドンベイラーが務め、現在は2017年からバドブラックが務めている。チームは創設から現在まで地区優勝はないものの、 ワイルドカードで4度プレイオフに進出しており、2007年にはナショナルリーグ優勝を果たしている。1995年のドンベイラーと2009年のジム・トレーシーが最優秀監督に選出された。クリント・ハードル初代監督のドンベイラー。2010年までは打撃コーチ、ダンベイラーマネジリアルレコード。ベースボールレファレンス。2010年2月20日閲覧。 1995コロラドロッキーズ。ベースボールレファレンス。2010年2月20日月ラン。ジム・レイランド・マネジリアルレコード。ベースボールレファレンス。2010年2月20日月ラン。バディ・ベル・マネジリアルレコード。ベースボールレファレンス。2010年2月20日月ラン。クリント・ハードル・マネジリアルレコード。ベースボールレファレンス。2010年2月20日月ラン。2 0コロラドロッキーズ。 ベースボールレファレンス2010年2月20日閲覧ジムトレーシーマネジリアルレコードベースボールレファレンス2010年2月20日閲覧ウォルトウェイスマネジリアルレコードベースボールレファレンス2016年1月24日閲覧バディブラックマネジリアルレコードベースボールレファレンス2020年2月20日閲覧ありがとうございます